私がやられるとは。貴様らも道連れにしてくれる。なんだろう、これ。これってドクターテキーラの日記じゃないの？ちょっと読んじゃおっか。我が愛しのカシス、あなたはなぜ私の研究所を出て行ってしまったのか。あなたがいなくなって、私は初めてその重要さに気づいたのだ。研究所仲間で遊園地に遊びに行ったとき、あなたはとても楽しそうだった。私はあなたに捧げるために世界に誇る遊園地を作ろうと思う。一つの愛から生まれた遊園地、ハートフルパークだ。長い年月をかけ、ついにハートフルパークが完成した。しかし、それと同時に私は、私の恋が永遠に実らざるものとなったことを知ったのだ。その頃から徐々に私の心が私のものでなくなっていく感じがした。この日記はお土産に持って帰ろう。そうね。レスカとレモネの活躍によって人質は解放され、ドクターテキーラは消息不明となった。ただいま。おかえり。二人ともよくやったわね。
さすが私の娘だけあるわ。これ母さんにお土産。何よこれ。そんじゃあ私たち先に寝るわ。今日は疲れたものね。おやすみ。